3分間ジョジョ ASBR 講座、今回はユリウス・カエサル・ツェペリ、この名前は秘密でしたかね、ジャイロ・ツェペリを紹介していきたいと思います。最初に言っておきますが、今回のジャイロ編は3分じゃ収まりません。7分ぐらいになると思いますのでご覚悟ください。ジャイロは馬に乗る騎乗モードと、そして本体モードを使い分けるテクニカルなキャラとなっております。武器は2つの鉄球で、鉄球がない状態では鉄球技は出せませんが、鉄球は戻りに攻撃判定がありますので思わぬところで身を守ってくれたりもします。鉄球の残数は下にあるハートヒートゲージの上にある鉄球アイコンで確認することができます。またジャイロ専用のゲージとして回転ゲージがあります。これは下中攻撃でできる回転という技で貯めることができまして、一部技のダメージ値が変わります。また最大になると黄金回転モードとなり、鉄球技の性能が上がります。例えば回転ゲージがない時にギャルギャルという技を使うと32ダメージ、この回転ゲージを貯めて半分ぐらいですかね、当てると38ダメージ、今度は黄金回転状態になって当てるとなんと65ダメージと結構な違いがあったりします。では本体モードから見ていきましょう。本体モード時には後ろとスタイルボタンで皮膚を硬化させたができます。これは削りダメージを受けずにガードブレイクもせず、ガード不能技もガードできるという、超ガードみたいな技なんですけれども、使っている間はゲージが減少してしまうので使いすぎには注意が必要。また投げは食らってしまいます。次にステージに落ちている3つの聖なる遺体を拾うことができます。これは第7部スティールボールランは聖人の遺体を奪う話となっておりまして、その原作にのっとった仕様となっており、第7部キャラが対戦にいた場合のみステージにランダムで配置されます。この遺体の上で下を押すと拾うことができまして、ジャイロは1つ拾うと鉄球技のスキャンが使用可能になりまして、2つ拾うと鉄球技を使った時にスーパーアーマー状態になります。そして3つ拾うと常に黄金回転モードとなります。ただこれはダウンしたら1つ遺体を落としてしまいます。波動攻撃でギャルギャルが出ます。弱は斜め上、中は前、強は足元に鉄球を投げる技となっております。ギャルギャル直後に攻撃ボタンを押すと2発目を投げてくれたりもします。さらに戻るときには攻撃判定があります。波動とコマンドボタンでスキャンが出せます。これは聖なる遺体を持っている場合のみ使うことができます。ボタンを押しっぱなすとそれだけ飛距離が伸びまして、離すとそこに一定時間浮遊します。で、浮遊している鉄球にも攻撃判定がありまして、さらに再度波動とコマンドボタンを入力するとそこに鉄球をぶつけて反射させて相手に当てることも可能。非常に強力です。竜巻攻撃でウリアーが出ます。これは下段攻撃の飛び道具で、ボタンを押しっぱなすとそれだけ飛距離が伸びます。さらに鉄球が戻る際に竜巻が発生し、当たると相手を浮かせてコンボにつなぐことができます。こんな感じですね。昇竜攻撃で本当に捨てちゃうぜーが出ます。これは弱中強で威力は変わってきます。強は単体でダメージは強いんですが、弱ですとその後追い打ちをすることが可能です。続いては騎乗モードについてです。馬に乗っている間は相手から投げられることはないんですけれども、しかしガードゲージが回復しなくなりまして、さらにスタイリッシュムーブやスタイリッシュガードができなくなってしまいます。本体モード時に通常攻撃をキャンセルして騎乗することも可能。この際はゲージを半分消費します。ギャルギャルとスキャンは本体モード同様の使い方ができます。昇竜攻撃でもっと癖を出して走れが使えます。これは、コンボの締めなどに使って、さらには HHA などにつないでいっていいですし、なんとダウンしてる相手の追い打ちとしても使えるんですが、なんとダウン追い打ちとして使った場合には残念ながら反撃確定となってしまいます。竜巻攻撃でメキシコからの向かい風が出ます。馬で突進する技になっておりまして、スーパーアーマーがつくんですけれども、ガードされると隙は大きいです。ハートヒートアタックは波動と攻撃ボタン2つ同時押してもう1発というかっこいい飛び道具が出ます。鉄球を投げる技で発生も早く、隙もそれほど大きくないので使いやすいです。そしてなぜか手元に鉄球がなくても使うことができます。グレートヒートアタックは波動と攻撃ボタン3つ同時押してボールブレイカーが出ます。ボールブレイカーは馬を使った技なので、本体モードではチェーンビートからつなぐことができませんが、騎乗モードだとチェーンビートからつなぐことができます。当てた後は黄金回転モードになります。あとはバレンタイン大統領相手だと、こういった特殊演出になります。あの戦いの再現。さあこの後どうなるのか気になる方はぜひコミックスをご覧ください。
では、最後にジャイロのコンボです。まずはノーゲージのバージョンです。これは本当にね、難易度が簡単なので、まあ、基本コンボはなんかこんな感じでいいんじゃないかなと個人的には思っております。さあ、今度はゲージをふんだんに使ったコンボです。まあ、ジャイロは本当にコンボルートが多岐にわたるので、まあ、これよりももっと伸びるものがあるよっていうことも考えられますし、まあ、一方でなんかそこまでする必要ないんじゃないかとも思わされますし、まあ、なんかね、いいものがあったら逆にコメントなんかで教えてもらえたら嬉しいなというふうに個人的には思っております。今回は以上です。それでは今回も実践編ということで、対戦を3戦やっていきましょう。それにしてもジャイロはかっこいいですよね。本当に好き。まあ、ジョジョで一番好きなキャラと聞かれると、まずはやっぱり悩んじゃうじゃないですか。まあ、イギーも好きだし、ロハンちゃんとかも好き。まあ、やっぱちょっとこう曲がっているような社会性でもですよ、信念持ってたりする方がいいんですが、まあ、ジャイロはね、もう何もかも通り越して、ただただかっこいい、ただただかっこいい。痛い拾います、痛いを拾います、痛、あ、ここだ。すげーよく見えるぜ、まるでハモンダイからのウリア、ふっ、スキャン、まるで、あ、怖い怖い怖い。やっぱり遠距離キャラではあると思うんですよね。ふっふっふっ、助けてくださいやっぱりね、うまくできてませんね。ウリア、まずい、うますぎる。これは鬼の攻め。そういや、トリッシュと対戦するのはあんまり経験ないですし、動画でももちろん初めてですか。助けて、投げを食らって、まだでも体力が半分。やはりトリッシュはちょっと、あ、危ない、ういっ、ふっふっ、おいしい、なっけ、ピザモッツァレラ、あ、バレてる、うますぎますね。これね、スライディングはね結構強いんですよね。そして投げも通らない、ふいっ、からの設置からのジャンプ、なげ、いいですね。ただちょっと地味ですよ。本当に捨てちゃうぜ、うい、からの、あ、入って、すかしげだ、本当に捨てちゃうぜ、うい、いいですね。わかりましたか皆さん、女の子も強いんですけれども、馬はもっと強しですよ。馬状態だとさらにこの踏みつけ、どうだ、あー、リーチがあるようでない。ちょっと馬投げが通ると痛い、あ、棒で、棒でいろんなとこ今ついてませんでしたか。あんまり良くないですよ。ちょっと待って、今股間、あ、やばい、これはもしかして超発コーン、おっしゃ、レガー、クラウト、ジャイロは飛び散る、ルル、あ、やばい、受け身取れば、いいですよ。さらに飛びだ、おいしい、うりゃして、あった、ふい、相手の人ビビってんじゃないか。これおいしい、もしかしてフィニッシュまでいけるんじゃないでしょうか、ないでしょうか敵の無限回転エネルギー食らってくたばれ。あ、なんか意外と戦えましたね。まあ、今回実は言ってはいなかったんですけれども、かなり自信なかったんですよね。でもね、ネットに弾かれたテニスボールはどっちに落ちるか誰にもわからない。つまり自分の対戦動画も撮ってみなきゃどうなるかわからない。次行きましょう。さあ、続いての対戦ですよ。勝てるのか負けるのか、ネットの向こう側分かりませんよね。ちなみになんですけれども、まあ、前作にあたる ASB ではですね、自分はこのジャイロ1本で対戦をしていました。でその時はね、インターネットのランキングマッチですよ、101戦100勝っていうね、かなりの勝率を誇っていたんですよ。でもなんかね、調整が入っちゃって、もうよくわからなくなっちゃって、すぐやめちゃいましたね。あ、フーゴパンナコッタ、フーゴパンナコッタなんで逆に言ったんでしょうね。よし、行くぜ。唇が黄緑色なのもジャイロです。ちょ、馬で戦いましょう。ほら、馬、馬は上手い。
もっと癖を、あ、もう癖、すげえよく見えるぜ、やめてくれ。スライディング、スライディングほんと強いんですよね。ガードされても隙がなくて、あ、暴れ、ほうの暴れ、いい暴れ、減りすぎ、助けて、うましゃー。ちょっと待って、スタイリッシュカードが出ているようで出ない、しかも毒食らってる。え、スタイリッシュカード、スタイリッシュカード出ない。なんか実況と言いながらね言ってるだけですよ。あ、ちょっと待って、マジでスタイリッシュカードができませんね。いいですよ、後ろに回れません、まずいですよ。スライディング、いいですね。さあ起きてなきゃ、通りましたよ。これはコンボつながるんじゃないでしょうかと。お、結構ねこれね簡単そうに見えるんですけど少しシビアなんですよね。ただこれ倒せないかな。ただこの後ね黄金回転、あ、黄金回転モードになるって言おうと思ったんですが倒せましたね。さあ完全にさっきのコンボ講座ではやっていないような、本当に安定で、なになにそれ、ちょちょちょ、やってないやってない、ちょ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 、しゃがみ中継打ったのに馬に乗りました。ボタンをね驚くほど完全に間違えてましたね。空母、さあこれどうだ、いいですね。これねスライディング本当強いですよ。さらにちょ、ごめんなさい、ミスったんで投げます。今投げがミスって中継になったんですけれども、まずい。空母の方もすごいなんかずっと続きますね。意外と減ってないことに気づいてしまいました。うばっしゃー、なに、いいですよ、スライディング、ちょっと設置しましょうか。うい、いいですよ。 あそこ拾えるとねおしゃれなんですけどもね、一流のジャイロ使いのような雰囲気が醸し出されるわけなんですけれども、口から音を出している今の自分あんまり良くないですね。ジャンプ攻撃から投げが通り、設置します飛び道具、さらに上から行って、あ、これはいいんじゃないかなと、うばっしゃー、うばっしゃー、はいで空が落ちてくる。お父さん、テキュア、もう一発からの、うい、やったやっぱ時代はういですね、怖いですね。やっぱりね飛び道具投げてる間っていうのはですよ、まあ自分の時間ではあるわけじゃないですか。ただ一方で飛び越えられたりとか軸をずらされたりしたらっていう、このリスクとの戦いでもあるんですよ。その気持ちの怖さが言葉になって出ちゃいますよね、ウェイと。だ、自分がウェイと言ってる時っていうのは本当に怖い時だっていうことを知っておいていただきたいです。次行きましょう。そう、お、すごく勝率が5分ぐらいの方ですね、相手の方ね。いやでもですね、やっぱりこうやっぱ日が経つごとにですよ、勝てなくなっていきますね。まあ今自分の勝率見ていただければ分かると思うんですけれども、やっぱりねこうやればやるほど負けることが多くなってきてますね。皆さん本当に強い。ただそのこのゲームはコンボのダメージが高いので、まあ、なんかもう力量的には絶対負けてるなと思っても時々勝てたりはしてくれるんですけれども、でもやっぱりねやり込んでる方にはちょっと今歯が立たないというのが現状です。まあ、そういったのをもし知りたい方いらっしゃったら、まあ、配信とかだよね結構対戦やってますんで、よかったら見てください。うっ、いてて、スタイリッシュからの、うい、投げ、投げが通ります。そして設置をして上から行く、お、美味しいですよ。うりり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 りうりりりりトゥルルルルンみたいな言い方しちゃいましたね。さあ投げが通らない、いいですね。スライディング、スライディング、設置、上、お、これは、あー、やっちゃったー、裏回るとこれはいいんじゃないか。安定コンボいきます、怖いんでね、嘘です、難しい方いきましょう。無理でした、あー、やっちゃった、上、馬が、うまーい、助け、余計なことしたな。まずい、飛びはね中キックじゃなくて弱攻撃の方が良かったりしますね。これは負けてしまったと思います。かなりの火力が
自分を襲ってきます。ロードローラー無駄無駄です。ジャイロの血はダメ、俺のだから。そらそら、巾着巾着、ね、姿勢が低いんでかなり中キック強いんですよね。からのいいですよ今のね。おお、何それ、え、知らない。ちょっと待って、今なんですか、ダウン中にフィーンって、あれなんでしょうね、知らない。おいしい、ちょっと今回はね安定コンボ、あいいですよ、投げが通り、さらに設置型なんですよね。これはこんな刺さるでしょう。竜巻ゼミ客、竜巻ゼミ客、あドゥーケン、あドゥーケン、あそれ痛い、全く拾ってない、やばいやばい、まずいですよ、ちょ痛い、まずい、痛い、今拾いましたよね、あ拾ってない、なんで、え痛い、どこ、ちょっと待って、痛い、拾います、起きてみる、痛い、よし、おいしい、あっ何それ、本当何え本当なんすかあれ、いいっすよ、いいっすか、あー痛い、うれれ、貧弱貧弱やべ、なんか嬉しそうになっちゃった、攻撃食らってんのに。ロードローラー、これね、結構ガードされづらいですよね。さあ、緊張感ありますよ。さあ、ここから。おいしい！あらんの。あー、拾えない。やっちゃった。やっちゃった。あー、なんなん？怖いですよ。本当にやっちゃダメなやつだでもね、こういう負け方がやっぱ自分らしいと言えるんじゃないでしょうか。そしてこの左右ね、ロードローラーでというベロベロのラッシュをね受けるこのジャイロ、やはり絵になる男と言わざるを得ませんね。あーでも結構元気ですね。あの爆発を受けても結構元気なジャイロ、やはり鍛えているということでしょうか。まあ、ジャイロが一体どういうキャラなのか、もしかしたらアニメを追っているの方はね知らないかもしれないんですけれども、本当にかっこいいキャラクターでありますし、そんなジャイロが活躍するのがジョジョの奇妙な冒険第7部スティールボールランでございます。まあ、ジョジョの部の中ではですよ、まあ、もしかしたらちょっとマイナーな方なのかもしれないんですけれども、面白さはいや自分はねはっきり言って一番だと思ってます。まあ、その3部も面白い、4部も面白い、1部2部にもいい味があったりもするんですけれども、このね7部の完成度っていうのは、それまでの6部までがこの7部のためにあったんじゃないかと思わせるぐらいのね出来だったりするんで、いや本当にね見たことない方は見てください。というわけで今回は以上となります。次回があるかどうか分かりませんが、よろしくお願いいたします。失礼いたします。